小島善三郎小島善三郎は日本の洋画家である。上戸屋小島本家の第九代当主、小島善一郎、豊の長男として福岡市中島に生まれる。陽名は吉太郎。1907年、福岡県立中学修有館に入学。3年の時、中村健一らと絵画同好会、パレット会を創立し、 油彩画を描いたり、洋雑誌を購入するなどして、西洋絵画を勉強する。1912年、修遊館を卒業し、長崎学専門学校薬学科に入学するも、同年中退し、1913年、画家を志して上京。1914年、岡田三郎介が指導する、本郷洋画研究所に2ヶ月ほど学ぶが、東京美術学校の受験に失敗し、 囲碁市に就かず独学で学ぶ。1915年、帰京した折に結核に罹患。しばらく距離で療養生活を送るが、1920年には回復して再び上京する。この時期に福岡で結核療養中だった倉田百三と地偶になる。板橋に今日構え制を開始し、1921年、第8回に加点に、 早春の海田橋付近を出品し初入選。翌1922年の第9回日課展では、ラジョ・代々木風景が2箇所を受賞。同年、代々木発代にアトリエを進行する。1923年、一万鉄五郎を中心とする延長会の結成に、林竹白と共に参加し、その第1回展に若き女の首など出品する。 1925年から1928年にかけてフランスに留学し、パリのしてファルギエールにアトリエを借りる。西洋の古典絵画に親しみ、アンドレ・ドランのフォービズムによる良感あふれるラフの表現などから多くを学ぶ。退仏中もにカテンへ出品を続け、帰国後の1928年の第15回にカテンに古典的な趣のある、 立てるソニア等々作22点を特別陳列する。同年、西中井会友となる。1929年、1930年協会に参加し、1930年、西中井会員に推挙されるが、同年大会し、里見勝三高畠達志郎、右岸幸太郎、林武史、福沢一郎らと独立美術協会を創立。 日本独自の油彩画を確立することに意欲を燃やす。1931年、その第1回展に独立美術史となどを出品。そして、全ブローらが提唱する日本的洋画の主張は広く、下段に波及するところとなる。1936年、代々木から国分寺に転居し、ここで、箱根、東風、春苑から寺などの作品を制作。 1940年、紀元2600年宝飾美術展に、松桜図を出品。1943年、第6回新聞展審査員を務め、揚げ塩を出品する。戦後は、1946年、読売新聞社主催の新興日本美術展の審査員を務め、1950年、読売新聞社主催現代美術事前代表作15人展に出品。 1951年、第19回独立展で、アルプスへの道を発表。おぎくぼにアトリエを移し、犬ぼやみき、ミモザの花その他、バラなどの作品を制作する。独自のホービズムから、日本の伝統的なフォルムと装飾的な表現の導入、写実への再確認などの展開を示しながら、日本人の油絵の創造を目指した。1952年、 青年期にかかった結核が再発し、療養と制作の日々を送る。1958年、週刊朝日に、有馬稲子をモデルにした、表紙画を描く。1959年、銀座、松屋で開催された朝日新聞社主催の小島、全座ブロージ展に、初期作品から金作まで絵画彫刻102点を出品する。1961年2月、 千葉市のぬかた病院に入院。1962年3月22日、肝臓癌にて生去。去年69。ありがとうございます。